名古屋やけくその日とかよ、もう離脱して違う日にしますけどね。昨日名古屋市の河村市長が突如としてやけくその日だと反対したのが、保護者の皆様にはぜひ県民の日学校ホリデーとラーケーションの日を契機として休暇をお取りいただき、お子様と一緒に豊かな時間を過ごしていただきたいと考えております。愛知県は11月27日を愛知県民の日と決め、その日までの1週間のうち平日1日を休日に学校側が指定できる県民の日学校ホリデーを設けました。これは休み方改革の一環です。また保護者の休みに合わせて子どもが自由に休む日を選択できるラーケーションの日も設けました。ラーケーションとは学びを意味するラーニングとバケーションを組み合わせた言葉で、年に3日まで取得できるようにします。しかし名古屋市は休みを取得できる家庭とできない家庭に差が出るなどとして、県内の市町村では唯一導入を見合わせていました。そして昨日、名古屋の独自性を潰したといいますか、その極めて政治的な主張なんですよ。これ日本教育史に汚名を残すようなことは私はできません。これ名古屋市は愛知県の植民地ですか。これ実は名古屋市はすでに11月24日を県民の日学校ホリデーに指定していましたが、ここへ来て河村市長が学校の休みを愛知県が主導して決めるのはおかしいなどとして、昨日は市の教育委員会の職員を集めた会議で県民の日学校ホリデーを設けないことを決めました。このため名古屋市はすでに決定している11月24日の休みをこれからなくしてしまうと混乱を招くとして、予定通り休日にはします。しかし来年度以降については学校休業日を設定するのか、はたまた休みの名前をどうするのかなど今後検討するということです。市長と教育委員会のこの足並みの乱れ、今日愛知県立の高校と名古屋市立の小学校に子どもを通わせている保護者にご意見を伺うと、一緒に統一してほしいなと思います。結局行けなくなっちゃう。またこんなご意見も、お考えがあると思うけど愛知県として一つに休みの日を作ってもいいんじゃないかなって思いますけど、どこも混むし、土日とかそういう大型連休とかだと県が主導で何がいけないのっていう感じがしますけど。そして今日は2026年開催予定のアジア大会についての会議で、河村市長と大村知事は同席しましたが、2人の間には冷たい風が。愛知県が進める休み方改革に真っ向から反対する河村市長。これを受けて大村知事は先ほど、ちょっと正直突然のことなんで驚いてると、こういうことが率直なところでございます。県民の日の取り組みということについては、これは変わることはありません。粛々とやっていくということでございます。